トリニティ協会とも呼ばれるは、ニューヨーク市マンハッタン区ブロードウェイ79番地に、ある、ニューヨーク一日一理公会教区における歴史ある、全日礼拝の可能な教区協会である。マンハッタン中心街のブロードウェイとオール街の交差点に位置する。トリニティとは、三位一体の神を指す。1696年、ニューヨーク植民地のベンジャミン・フレッチャー総督は、 イングランド国教会の地域社会が新しい教会を建てるための土地をローワーマンハッタンに購入することを承認した。この教区は1697年5月6日にイングランド王ウィリアム3世からその認証を得ていた。この土地特許は土地賃借料として年あたり小麦60ブッシェルを定めていた。建築史学者は リチャード・アップ・ジョンによって設計され1846年に建てられた現在のトリニティ教会の建物をゴシクック復古町建築の古典的例だと考えている。1976年、その建築的意義とニューヨーク市の歴史における位置づけによってアメリカ合衆国内務省はトリニティ教会を国指定歴史建造物に指定した。 聖公会ニューヨーク司祭が1846年5月1日の商店日にトリニティ教会を剣道した時、その光り輝く十字架を彩いた空をつくゴシック様式の戦闘はローアーマンハッタンのスカイラインの支配的存在になった。トリニティ教会はニューヨーク港に入ってくる船舶を迎える目印になった。 1976年7月9日、イギリス女王エリザベス2世がトリニティ教会を訪問した。教区委員たちは女王に大農家賃として故障279粒を渡した。これは1697年にイングランド王ウィリアム3世が教区に教会賃借料として年あたり故障1粒を定めたからである。1993年以降、 経済財務高校の卒業式を行うようになった。この高校は、教会から数ブロック離れたトリニティプレイスにある。2001年9月11日、同時多発テロ事件で、世界貿易センターの第一タワーが崩れた時、多くの人々が大量の瓦礫や陣愛から逃れて、教会の中に避難した。タワーから落ちた瓦礫は、トリニティ教会教区の一部であり、同教会から、 数ーブロック北にあるセントポール教会墓地に一世紀、近く建っていた巨大なプラタナスの木を押し倒した。彫刻家のスティーブ・トービンはその根を使って、トリニティ教会に隣接して建てた銅像の台座にした。元ワールドトレードセンターから見た、トリニティ教会ウォール街とブロードウェイの交差点の眺め、トリニティ教会は下中央の奥所大トリニティ教会の建物は腰折れ屋根と、 小さなポーチのある質素な区形の構造であり、1698年に建設された。歴史資料によれば、悪名高い市略船のウィリアム・キッド船長が、その船から石を釣り上げるためのランナーと滑車を貸した。イングランド上ア案が1705年に、京区の保有土地の広さを215エーカーに広げた。その後の1709年、 ウィリアム・ハドルストンが教会の事前学校としてトリニティスクールを設立し、当初の授業は教会の戦闘内部で行われた。1754年、キングス・カレッジがイギリスをジョージ2世に認証され、教会近くの校舎に8人の学生を集めて講義が始められた。アメリカ独立戦争の間、ジョージ・ワシントン将軍と 大陸軍がロングアイランドの戦いとそれに続く戦闘で敗れた。すぐ後にニューヨーク市から撤退し、ニューヨーク市は北アメリカにおけるイギリスの軍事と政治の基地になった。イギリスの占領下で牧師はロイヤリストであることが求められ、教区民の中には革命ニューヨーク植民地会議、さらには第一次と第二次の大陸会議の大議員も入っていた。 教会戦闘からの眺め、1872年トりにティ、教会は1776年ニューヨーク市大火で焼け落ちた。ファイティングコックスタバーンから出火した火災は500件、近い建物や家屋を焼き、数千のニューヨーク市民が家を失った。その6日後、市内の消防団志願者の大半が北にいたワシントン将軍の下に走った。 1784年にサミュエル・プロボスト牧師がトリニティ教会の教区牧師に指名され、ニューヨーク国議会はトリニティ教会の認可を批准してイギリス国王への忠誠を主張する規定を廃した。1787年プロボストが新しく定められたニューヨーク教区の初代主催として任ぜられた。1789年にフェデラルホールであったプロボストの就任式後、 トリニティ教会教区の礼拝堂であるセントポール礼拝堂でプロボスト司祭が裁量した感謝祭の催しにワシントン将軍が出席した。ワシントンは2代目のトリニティ教会が完成する1790年まで、そこでの礼拝への出席を続けた。セントポール礼拝堂は現在トリニティ教会教区の一部であり、ニューヨーク市で使われ続けている建物としては、 最古の公共建築物である。トリニティ教会のファサード第二大トリニティ教会の建設は1788年に始まり、1790年に建造された。その構造は1838年から1839年冬の大雪で弱められ損傷を受けた。1846年に観光した時、その高さ281フィートの先頭と十字架は、 ニューヨーク市で最も高い地点となり、1890年にニューヨークワールドビルが完成するまで破られることがなかった。1843年、ニューヨーク市域が急速に広がり、教区民の必要性によりよく対応するために、トリニティ教会の広げられていた教区は分割された。新しく作られた教区は、ブロードウェイの10番通りから北をグレース教会とするものであり、 当初の教区は、トリニティ教会を今日ある姿に再建することとした。グレース教会とトリニティ教会のどちらも1846年に完成し、建造された。トリニティ教会墓地トリニティ教会に近接して3カ所の墓地がある。最初の墓地、トリニティチャーチヤードは、ウォールガイト、ブロードウェイカドであり、アレクサンダー・ハミルトン、ウィリアム・ブラッドフォード、ロバート・フルトン、 ジェームズ・ローレンス船長、およびアルバート・ギャラティンが埋葬されている。二つ目の墓地、トリニティ・セメタリーと霊廟は、リバーサイド・ドライブと155番リカドであり、元は、ジョン・ジェームズ・オー・デュボンの資産だった。ここには、ジョン・ジェームズ・オー・デュボン、アルフレッド・テニソン・ディケンズ、ジョン・ジェイコブ・アスター、およびクレメント・クラーク・ムーアが埋葬されている。ここは、マンハッタン区で唯一残っている墓地である。 三つ目の墓地は、セントポール礼拝堂の教会墓地である。トリニティ教会の塔には、現在23個の鐘が付けられており、そのうち最も重いものは2700ポンドある。8個の鐘は、当初の塔のためにいられたものであり、イギリス風天調名称法で鳴るように釣られているが、新しい塔ではこの方法で鳴らされてはいないようである。後に3個の鐘が追加された。 1946年、陽動名称を採用し、電気モーターで鳴らされるようになった。2001年に、超名称法の金12個を新しく追加する計画が始まったが、この教会に大変近かった、同時手発テロ事件の後は中断されていた。この計画は、ディルホークス教育信託の資金で2006年に、結実することになった。これらの金は、 アメリカ合衆国の一つの協会に設置されるものとして史上初の住人の金となっている。この作業はイギリスのラフバラーにあるテイラーズウェアスミスによって遂行されることになった。これらの金は2006年9月に設置され、現在は鳴らすことができる。この時金の付き方とチューニングのために金を過剰に鳴らしたことで地域住民の悩みの種となった。 住居や窓が、首楼まで100フィート足らずの場所に住む住民もいたのである。金の名称を止めてくれる妖精が岩が始まり、ロワー,ーマンハッタンが住居地域に変化している性格を反映していた。個々の金の特性については、ダブのガイドで見ることができる。トリーニティ教会には、リチャード・モリス・ハントが着想した印象的な、制度制ドアが3組ある。1893年に、 カール・ウィッター、ジェイマス・シー・リンド及びチャールズ・ヘンリー。これらのドアは、ジョン・ジェイコブ・アスター3世を記念して、初代アスター主尺、ウィリアム・ウォルド・オフ・アスターが寄贈したものである。北と東のドアは、教会の歴史すなわち聖書から6枚のパネルで構成され、南のドアは、その6枚のパネルに、ニューヨーク市の歴史が描かれている。トリニティ教会外部トリニティ教会は、 習慣を通じて、全日制で祈祷とユーカリストのサービスを提供しており、また、結婚式や洗礼のような特別な機会にも対応できる。昔からの毎日ある礼拝に加えて、キリスト教徒の交流や地域社会、市、国及び世界への奉仕活動を行っている。トリニティ教会は、また大変豊富な音楽プログラムを持っている。1969年から開催されている。 コンサートアットワンでは、プロによるクラシックや、現代風の音楽の生演奏を、ウォール街界隈に届けている。さらに、ニューヨーク市の FM ラジオ番組に登場するトリニティ、聖火隊などいくつかの合唱組織も持っている。この教会には、教会の歴史についての展示や変化する芸術、宗教や文化の展示をする博物館もある。毎日午後2時にガイドツアーが行われている。 トリーニティ協会はニューヨーク市最大級の土地所有者である。しかし、最初の200年間の大半で、主に土地の当初の所有権を主張するオランダ人アンネケジャンス・ボガーダスの子孫によって土地の所有権が裁判所で争われた。映画ナショナルトレジャーではフリーメイソンの莫大な宝物が地下に眠っていた。ありがとうございます。